始まれり。中国人か。なんつったっけ？ほら、奥の中華料理屋。アジーチ。そうそう。俺あんまり食いに行かねえけど、あそこの親父、中国人だよな。アジーチの親父さんだよ。わかる？はい。滝ちゃん。まとめ役だって言ってたからですか。ああ、そうそう、あの親父さんに聞いてみ。わかりました。見えてきました。調理場で働く人が見えます。この人があなたを導くでしょう。そうですか。誰に聞くのが一番かな。そうね、アジーチさん、服部スポーツの向かいの。ああ。で、おじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしてあるか。ああ、いえ、ちょっと。もしかしてお父さんの事件に関係が？あんた、三島の人たち教えるよろしい。ああ、三島。床屋さん、仕立て床屋さんは神、料理人は。ああ、日本に来て商売する中国人、元でかからない。すぐ商売、それにみんな仲間。いろいろ中国人探すなら三島に。この辺りにいる三島の人。床屋さんなら前田、仕立て屋さんなら今、料理。三島の中国人を探してるんですが。三島の？三島なんてよくご存知ね。なんていう人なんですか。 A さんと呉さんです。 A さんと呉さん、二人とも製鉄所に勤めてるけど、元三島の人よ。どこに行けば。何？私エイダが。私ゴネ。早速ですが、蘭亭という中国人に心当たりありませんか。ドブ板の三島の中じゃ、リュウさん一番中国人に詳しい。有利発展のリュウさん、昔は仕立て屋やってた。私らの師匠。そういえば、あの猫、飲むかもしれないな。よし。そういえば、あの猫、食べるかもしれないな。よし、持って行ってやるか。福さん、水月好きの練習してたのか。もう指導してくれる先生はいないんですよね。俺なんてまだ脇が開く癖が治ってないのに。親父ほどうまくできないけど。
どうだ、おいしいミルクだぞ。うまそうに飲むな、こいつ。きっとおいしいんだね。じゃあそのうちまた持ってくるか。うわーい、ありがとう。お兄さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどのように？いえ、違うんです。紹介だったんですか。中国人といっても私は2世なので。 あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない？ああ、そうか。おい、ちょっと待ちな。あずき、俺にぶつかっといて挨拶もねえのか。相手してる暇はない。やりやがったな。はい、すいません。もう二度と俺に構うな。いいな。わかりました。おい、大丈夫か。しっかりしろ。まったく、俺がもっと母ちゃんに。ああ。泣いてた。のぞみちゃん、どこまで受験で。原崎が心配か。ううん、心配じゃない。いらっしゃいませ、葉月くん。これを。じゃあ、くじを一回。スペースハリアー、一回100。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready!1回100円。遊んでいくか。100円。やった。兄ちゃん、やるじゃないか。景品をあげるよ。はい、これ。どうも。マリオ。ボンジョーノ、リオ。ピッツァ、すぐできるです。いや、いいよ。おう、急いでるですね。のぞみとデートですか？いや、スズメ公園に行きたいんだ。場所を知ってるか？お蕎麦屋さん近くです。のぞみとデート、いいですね。じゃあ、また。来ました。公園に佇む老人が見えます。この人があなたを導くでしょう。あの、リュウさんですか？そうだが、君は？葉月と言います。山の瀬の葉月部下。お、
君はサントを知っているのかね。理髪師、調理師、仕立て師を指すと。さよう。近辺の船員に聞いてみなさい。船員か。探してみます。本当にありがとうございました。その者、東の土地。